どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールリ、インボーク。今月のリ、インボークフェスやってきました。背骨使い、窓明。ということで、キャラの詳細見ていきましょう。イラストがですね、かなり、可愛い。つか、綺麗だな。後ろのさ、水色の中、ボーってなってる。なんか、あれは、なんなんあの、キラキラなってる感じは。すごい綺麗なんだが。まあ、こういうスキル、熟練度 100% で発動するスキルがですね、グールキラー、トリプル S マイナス、グールに対するダメージが 1.8 倍になる。これ、ハイセかな。ハイセだったと思うんだが、こいつもついてますね。人間キラーがあれかな。フェスゲンの最強氷のリゼかな。で、攻撃力 S マイナス、攻撃力が400アップする。で、防御力 C、防御力 100アップ。なんでこれ C なんだろうな。体力がプラス2000。で、名属性キャラクター、トリプル S マイナス、名属キャラクターへのダメージが 1.8 倍になる。これ、まあ、なんか、リゼっぽいよな。まあ、基本的になんか、リゼの逆みたい。リゼ名属性キャラだったかな。ちょっとあんま覚えてないんですけど。ですね、スキルの方、戻っちゃったわ。スキルの方が、クイーンケフエグチ1。では、なおさら殺すレベル5。敵団体の武器耐久値をマイナス4する。板の間、自身の攻撃力を 1.75 倍にする。敵団体攻撃力 1.8 の3連ダメージを与える。最近このさ、3つスキルがあるやつが流行ってんのか。これさ、どんどん増えていくじゃん。これ4つ、5つってさ、なんか、どんどん増えてきそうで怖いんだが。はい。ちょっと、これね、欲しいんだよ。これ、しか見て欲しいのがちょっとあって。これさっき見たんですよ、俺。あのさ、今は指先のように扱うことができる。かわいい。これまあ、顔がね、これさ、昔のアキラってなんかちょっと、まあ、言っちゃ悪いけど、あんま可愛くなかったですが、むしろブサイクの方だと思うんだけど、ちょっとこの 3D モデルはさ、欲しく、あー、ここあー、ちょ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 、下のこのなんていうの、なんか、黄昏感じの、ちょ、もう一回、これだよ。これがさ、ちょっと欲しいんだよな。10連で出てくれないかな。まあ、今回も、あ、そう、アタックポイントが10で、武器耐久値が5なんで、5はね、ほんと少ないんですよ。5はブレイクされちゃう。もうエトみたいなやつがさ、前回の自分の攻撃に1プラス武器耐久値を削るっていう付与効果つける、あいつ、ああいうのがいると、こう、アキラとか、あの、最強氷のハイセとか、ムカデとかっていうのはすぐにブレイクされちゃうから、まあ、本当に武器耐久値が多くて武器耐久値を削るキャラがマジで重宝されるっていう、まあ、そんな感じですね。はい、ということで今回10連引いていきましょう。まあ、最近このまあなんか新しいキャラが出るたびに10連っていうのは昔からずっとやってるんですけど、最近本当に出ないよね。なんか前は出るんじゃないのっつったら出てたんだけど、まあこんな感じで SR だけになっちゃうっていう。あー、というわけでね。いや、欲しいな、こいつ。待って、確率これ何パーセントなんでしょう。見てみようかな。0.3%? あ？嘘、マジ？あれ？こいつ 0.3% なの？あれ、待って、ムカデって何パーやったっけ？ムカデってさ、何パーやったっけ？あ、待って、これ10連か。ムカデってこれ何パーやったかな？で、最後まで行くと 50% か。ムカデ 0.、いや、これピックアップになった時って常に 0.3% だっけ？最後で 50%。で、ムカデの時は最後 30% だったよね。俺、記憶上ではそうなんだけど。はい、ということで、今回、新しいフェスゲンとして、背骨使いの窓明来たんですけど、まあ、最強降臨で出るかな。次の、火曜日からかな。まあ、これがこの動画が土曜日に上がるんなら、まあ、しあさってぐらい？ん？しあさって？あ、違う、もうその次か。ぐらいの占領戦からこいつが最強降臨に出てくるんじゃないかと。で、ハイセが、死神ハイセがいつ出てくるのか知んないけど、あれフェスなのかな？いや、でもフェスだろ。なんかエフェクトみたいなのついてるし、多分。ああ、多分フェスゲンだと思うんですけど。まあ、その他の特別なリーボケフェスっていうのも気になるし、まあ、死神ハイセだけじゃなくて、他のキャラクターもフェスゲンで第2弾、まあ、第1弾が死神ハイセ、第2弾、第3弾と続く可能性もあるんでね。あの、ハイセとかリーゼとかの時みたいに。まあ、あると思うんで、そちらにも期待していきたいところですね。はい、ということで今回は、今月の9月のリーボケフェスでした。ではまた、次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。